定いたしました。本日の最終試合決勝戦、デトネーションゲーミング VS ロックスアルマダ。デトネーションゲーミングはまずはグレースをバーンしたところからスタートします。バロンイドリス、まあ、これが多いですね。デトネーションゲーミングさあロックスアルマダ、僕がロックスアルマダ側だったらここは両方とも開けると思いますですね。バロンイドリスがいる中でもやるので、これはフルオープンがロックスアルマダとしてはよくやってくる形だと思います。なので、ライラバンが一番いいかなと思います。さあ、タカバン。タカバンとなると、バロンを取りたい気満々ですね。デトネーションゲーム、これどうしますかね、まあ、バロンを取って、イドリスを対応できるっていう自信があるならバロンピックですね。間違いなくそうだと思います。ただ、自信がないならイドリスの方がいいと思いますね。デトネーションゲーミングも GG ニュータイプセカンド戦フルオープンしてた気がしましたが、さあ、ここはイドリス。さあロックスアルマダこれ絶対バロン取るでしょう。フルオープンしかもタカバンということはバロンを取ってなおかつライラを取りたいようにしか見えないので、うん、まあ、ここライラかバロンだと思いますけど、バンをされないという意味合いでは先にバロンを獲得しといた方がいいんじゃないかなと思いますね。いやそうですね、ここでバロン取らないと一方的にただイドリスが取れたというだけの結果で終わってしまいますよ、まあ、なぜタカをバンしたって形になってしまいますかね。そうですね。さあここはまずバロンをピック、ちょっと良かったなと思いましたけど、うん、ここでセカンドバンの流れです。さあここでアーダンやライラを消すともう一方を感づかれて消されてしまう可能性があるので、もう一個グランプ城とかの番は面白いと思いますね。ああいいですね。さあしかしここはイニシエイトの手段が強力な、さあライラをバンしてバロに近づけさせない戦略にしました。そうですね、ライライドリスを嫌がりましたね。となるとデトネーションはここはアーダンバンが僕はいいかなと思いますね。アーダンバロンは本当に強力なので、もうバンガードをかけられガントレットを貼られてバロンに一歩も手がかけられないまま延々とダメージを出される可能性があるので、そうですね、アーダンを消した方がいい。おっと自ら、まあ、接近用グランプ上バーンしてきましたね。おー、フロントラインが硬い2枚になるのを嫌がりましたか。ですね、バロンに近づきづらくなってしまうのでということでしょう。マンゴーもやってみました。そしてキャサリン、キャサリンいいですね。まあ仲間を守りやすい、そして前に出やすいんですが、まあ、ランスよりはちょっとイニシエイト難しいですよね。イニシエイトは難しいですがする気がないでしょうね、このピックを見ると、うん、自分たちが仕掛ける場面はほぼないということだと思います。なのでダブルレンジすら想定したキャプテンの選択になっている、かつサイレンスで相手を止める、アーダンで止めるんじゃなくてガントレって止めるんじゃなくてサイレンスで止めるということを考えているでしょうね。さあ対してデトネーションゲーミング、ここでピックを確定させないといけない、ジャングルも見えていない状態ですが、これはグランプ上盤が若干自分たちの首を絞める形になりましたね。さあどうやってロックスアルマダを捕まえていくか、攻めの軸は、さあまずはランス、まあ、キャプテンはランスで確定でしょうね。出ないとちょっとアーダンではあまりにイニシエート手段が薄すぎるのでランスを取り、もう一個このイニシエート補助のできるジャングラーで勝つ命令が本当はいいですね。トリプル命令構成でいくのか、はたまた少し、まあ、後半も若干見据えたようなバロン相手ではありますが、んブラックフェザーとかがいいと思いますけど、おっとサムエル中盤から試合を崩すという結論に至りましたが、パワースパイクを中盤全振りにしましたね。そして後半を完全に捨て切ったとは言わないですけれども、もうバロンの時間帯はしょうがないというふうに見たので、アーリーゲームや中盤のミッドゲームあたり、ミドルゲームで勝たないとそのままバロンが育って押し切られるような展開になるかなと思いますね。さあロックスアルマダ最終ピック、ジャングラーの選択になりますが、逆にブラックエイトとかですかね。ロックスはもしくはタンクという意味合いだと、おー何が挙げられますかね、うん、ルーファーとかバティストなどは難しそうですけれども、そうですね、バティストはちょっと微妙かなと思いますが、バティストでもいいとは思いますが、さあここは安定したブラックフェザーと、まあ、近距離遠距離両方にも対応できますので、相手の状況に応じてブラックフェザーしっかり対応できますからね。サムエルに対しても圧力を作り出しつつ、そしてバロンを守るような動きもできるというところで、非常にいい動きができるジャングラーかなと思いますね。バランスがいい、バランスの良さっていうところを非常に重視しているので、まあプロテクトキャリーほどの構成ではないですけれども、やることはプロテクトキャリーですね。完全にそれにガンブリしたようなあの構成ではないので、うん、ある程度ブラックエザーか自分から仕掛けに行くということも考えてはいると思います。まあ、サムエルを倒せるタイミングであればバロンを無視してでもサムエルを倒しに行かないといけない場面も出てくるかなと思うので、いろんなことができる分、臨機応変にプレイヤーが頭を使わないと弱いって形になってしまうので、やっぱり臨機応変なキャラクターっていうのは何でもできる分、プレイヤーがあの上手くないとポテンシャルを引き出すことができないので、まあ、マンゴー選手がブラックエイザーはかなりポテンシャル引き出すことができるかなと思うので、彼がその瞬間やるべきことっていうのを常に考えられれば、かなりいいピックに
ロックスはなったかなと思いますね。サムエルに、まあ、好き放題ね、遠距離から攻撃されずに、まあ、オンポイントなどで対応しつつ、出過ぎたところをしっかり捕まえていくというような動きも、求められてくると思います。プラスで、まあ、飛び込んできた移動率も対処と、うん。対してデトネーションはやることがかなり決まりましたね。移動率ランスでバロンに圧力をかけつつ、後ろからタツキサムエルがダメージを出す。まあ、本当に早い段階でファーストタレットを折らないといけないような構成だと思いますね、うん、中盤からのスノーボール、どん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 、お金を稼いで有利を広げていく動きができないと勝てないと思いますね、うん、なので中盤やはりサムエルを注目して見ていきたい。さあバロン対策になっているのでしょうか、見ていきましょう。本日の決勝戦デトネーションゲーミング VS ロックスアルマダ試合スタートです。さあブルーサイドデトネーションゲーミング、さあアンケートの結果は 76% デトネーションゲーミングロックスアルマダに対して超えています。しかもこれだけ多く、まあ、期待というのも含めだとは思いますけれども、こんなに多くデトネーションの方が期待されているというのはやっぱり先週の先々週の、勝利の影響もあるかなと思いますが、入りに行きますね。ランスサムエル非常に強力ですからね。さあ強力な構成、3人で一気に行動している。エンジニアスは一つで捕まってしまうと容赦なく追跡なので、かなり柔らかい状態。さあどれでも来ている、一つ残してますが、外視アドリですか。外視アドリ、さあ取ったのは赤色エンジニアス。エンジニアス、これはあまり成果が上がらず、そしてエルダもこれは無理ですね。エンジニアスが睨んでいるとなるとちょっとやりづらいですね。エルダちょっとやらない方がいいと思います。さあ周回スピードに差が出てしまう。しかも一緒に上を借りに行きますか。いや一緒に降りてきてエルダに行きますね。これガイシアレスティールはかなり難しいですが、さあビビクイズもちろん見ています。もちろんやるしかないのでガイシアレスティールを狙いに行くと思いますが、そういう追跡で飛び込んで、さあこれは外車では届かないですね。うまい。さあドルイドですかね。しっかりといい形が取れましたね。いや取ったらマンゴーみたいですね。マンゴーっぽいですね、うん、さあマンゴーがしっかりとエルダートレントを獲得と。さあ序盤攻めてきましたが、しっかりロックスアルマダ対応できていました。まあ、奪い返すことができたので、損害最低限どころか有利が取れる形になりましたね。さあ間もなく2分。さあ早い段階で上に来ましたね、タツキ。いや相当早い段階で来ましたけど、ジャンプジェットでここは必死に下がる。いやーれもうプッシュですね。まあやることないっていうのも確かだと思うので、プッシュしてだったら2回目のエルダーにいいローテーションを作り上げようと。さあ2レベルからのマウント状態です。相当早い。ただ相当ダメージ、しかしドルイドには的確にヒット。さあマンゴー寄っていますが、うん、当然体力差があります。マンゴー一人で補えるような状況ではない。まだ行く、まだやりますか。いやさあマンゴーがウィンドアウトに近づいているが、外周の壁で守っていく。さあしかしマンゴー張り付いている、守護者の契約入っているがどうだ。チャクラムは湧いているが届かない。いやーまだ攻めますよ。ドルイドに向かっている、まだ当たっている。いやタツキサムエル VS ロックスアルマダ、アルマダ戦というのは本当にこう押す展開が多いですよね。デトネーションはいやレベルが上がるのが遅いですよ。なので、まあ、レベルは遅いですね。何か生かさないともったいないぞ。いやもうこれ下手したら 3,4 分で折る気かもしれないってくらいプッシュしましたが、さすがに折りますか。これ以上はいかないですね。もうワンウェーブ行くくらいの勢いに見えましたけどですね。ただそのままエルダにつなげますね。これはいい動き、まあ、ジャングル奪われてないのでミニオンもしっかりゴールドが溜まっている状況ですから、これが非常にいい動きになりましたね。悪くはないか。ここが2人で勝っていきます。まあ4割ほど削れましたかね、タレット。それだけでも十分と見た方がいいかもしれないですね。うん、この後のねフロストバーンなんかを完成したタイミング、ちょっとフロストバーン積むのも時間かかりそうではありますが、そういったタイミングで、より有利に、ことを運びやすくなるということでしょう。そうですね、ガンガン自分たちの強い時間を押せるようになったので、して押し切りやすくなりましたね、今の一連の動きで。さあ間もなく4分になります。してクイズはキャンディーを持ちましたね。完全に折る気満々ですね。もう折りに行く気満々ですよ。バロンを育てる前に本来スノーボールで終わらせる気だ。本来 5,6 分くらいのところで折りにかかると思うんですけど、この感じだと 5,6 分で折り切るくらいの勢いですね。まだジャングル活性化していないタイミング、ここまでマウントをしてくるか。さあマンゴー飛び込んでいくが、ガイシアで左に弾く。さあジャングルが活性化したタイミングです。使いましたね。さあジャンプジェットから通常うまく当たらない位置。さあシュラードステップからエンジニアスに通常、まだ分かれ道も外していないタイミングです。さあ来たぞ。さあしかしミニオンが盾になっているが、ドルイドに一発を当てている。エンジニアス今度は
さあしかしタレットにはあまり大きな傷を与えられていない。サマンゴ飛びついていくが、オンポイントはなんという。さあそして殺害者決まるか。決まっている。さあここはファーストブラッド、デトネーションゲーミングがしっかり1キロ獲得です。無限にドルイドに圧力をかけるつもりです、ね、これによって継続できますね、この圧力のかけ方。しかも前漂流、そして前漂流一つ外視野。しかしミルクスタレットもらいすぎている。しかしエンジニアさを落としている。さあそして地味に、あれタレットがビビクイズにずっと向いている。死体のビビクイズを打ち続けている。これはバグですね。 SEMC さんお願いします。お願いします。これはちょっと、まあ、かなり重要な場面でしたからね。若干ロックスにはかわいそうだなというところですが、ビビクイズ相当恨みがあったのでしょう。ビビクイズにあのタレットはクイズ選手を絶対に許さなかったつもりなんでしょうね。そうですね、倒れていてもまだ狙ってましたからね。いやーずっとビビクイズ狙ってた。ただこれは相当でかいですよ。いやでかいですね。運にも助けられた形になりましたけど、5分で折れたのでこれでビビロイヤルはサローが出来上がるはずですね。いやもう余裕ですね。そしてダツキも一気にイーブまで行きましたね。さあ初手イーブオブハーベストを選んできた。相当火力が高い状況でこの後さらに押し込むことができる、いわゆるスノーボールが完璧に出来上がっていると言っていいでしょう。さあ間もなく6分になります。さあ 2K のお金差を作ることに成功しました。さあロックスアルマダも悲しみを力に変えて頑張ってほしい。ここから、まあ、耐えれば勝てる構成ではあるので、うん、耐え切ってしまえばあとはこっちのもんと思ってるでしょう。まあ、なかなかパワースパイク難しい時代にはなってきてるので、スノーボールですね、はい、まあ、難しい時代になっては来ていると思いますので、まあただ一度始まったものを止めるのはなかなか難しいというのもあると思います。そうですね、それはそれで、まあ、ここからもう一度同じようにう、まあ、キルやオブジェクトにつなげられると厳しいと。相当きついですよね。ここでビルド差できて火力差ができるのが本当に、まあ、強みなので、このスノーボールのそしてこの中盤1本目を早めに折るというところの強みなので、まあ、まずは金鉱山が溜まるまではあの相変わらずこうしてプッシュでいいと思うんですけど、金鉱山溜まった瞬間に今度は金鉱山にシフトしてというのができる。外車で弾いて一つも残っている状態です。さあ恐竜前に打つ。さあ恐竜ドルイドにダメージを与えていきたい。エンジニアしっかりブロックしている。マンゴーにも当たっている。ドルイドギリギリ当たっていない。さあジャンプジェットからビビクイズを狙うか。しかしシュラウドステップで前出して通常。さあチャクラムでドルイドオークダメージ。さあ防却なんとかブーツを使って下がる。そして再生の時を使わされる。さあしかしビビクイズに対してもいいダメージが入っています。そしてビビロイヤルにもいいダメージが入りましたが、さあそしてシュラウドステップ通常オンポイントシマスライク足りない。しかし、山嵐が激高、そして家電入賞もしっかり決まってる。ジャンプでそれ、タツキを落としていけるか。いや、しかしタツキがまだまだ暴れている。これはどうだ、イーブのおかげで、3オブハベスト、かなり長期です。3オブハベスト、押されているのはロックスアルマだ。あー、惜しい。しかし、タツキはこれ以上いけない。恐竜があれば、おっと、ただこれはあんまりロングステイは良くないと思いますが、取ったのでロングステイ。逆に、落とす気を、いや、キル狙ってますね。狙ってますね。さあ、当たっている。山ゴリも狙っている。大暴れタツキ。さあこれ以上はいけないか。いや一人でどれだけダメージを出すんだって感じですけど、いやまだ行く。さあそしてこれを奪えればでかかったですが、ここはなんとかマンゴー取りましたね。ただこれで相当押し込み、なおかつレーン状況もいいので金鉱山に行けそうですね。行きますねこれは。もしくはタレットに触るでもいいですが、まあ、タレットよりも金鉱山の方が近くお金が高いのでこっちをもらった方が嬉しいですね。さあ金鉱山をやっている。たださあエンジニアスも気づくのが早い。早いですね。かなり迅速な動きだが、合流してさあ諦めたのでしょうか。さあ大量のゴールドボーナスを獲得したのはデトネーションゲーミングという結果になりました。 2K 差は変わらずの形になっていますが、さあこの後ですね、うん、取れるオブジェクトが少なくなってくるのでレーン上を押すことに変わりはないんですけれども、セカンタルト攻略は難しいですからね。寒い色を抱えていてもなかなかに難しいが、これを攻略しないことにはバロンが育つ時間が伸びてしまうので、いやいいダメージ入ってる。マンゴーもしっかりポークガスで負けていない。ジャンプでとビークイズにヒット、トーバッチにはならず。いやいいダメージ、しかしタツキもいいダメージが入ってる。チャクランも入ってるぞ。さあオンポイントも入ってる。さあお互いスキルショットの精度は負け合いではない。ジャンプでとタツキにヒット、かなりのダメージ。ビビロイヤル、そしてブラストレバー、何もできない。再生の泉は使いましたが、ビビクイズがまず先に落ちる。そしてドルイドは後ろがダメージ。さあここはシマスライクで下がる。
さあチャクラム、いやしかしここですオンポイントが当たるとなると誰も勝てな い, いさあここは 3-0 のエースを獲得したのはロックスアルマだ。引いてから押すのがうまいですね。マンゴーも釣ってましたね。タツキを素晴らしい引きを見せているドルイドバロン。タツキを釣っていたのでドルイドが前に来るまでの時間を稼ぐことができましたね。いやスノーボールの難しさというものが分かりますね。いやまずここでずっとマンゴーにダメージを出されてたのがきついですね。この後もう一発ビビロイヤルが食らうのでこれでもうちょっと前にバロン、あイドリスが出れなくなってしまってますよね。さらにここではタツキとビビクイズに当たりしてしっかり横に逃げてタツキにバースト与えて忘却寝たんですけど、マンゴーブラストトレマー中ですしマンゴーエンジニアスがしっかりフロントラインを張っているとして泉、さあオンポイント当たってしまったのでマンゴー落とすことはできなくなってしまうということですね。しっかり釣ってましたね。エンジニアスマンゴーのローヘルス組が釣って、オンポイント当てて倒されずにドリドが来ると非常に綺麗でしたね。バロンだいぶ育ってしまいました。さあタイランツモノクルも入っている 3-0-3 ジャンプジェットからのダメージを気をつけていきたい。そしてお金ももらってますね。ミニオンもミニオン数がタツキ選手に比べてマンゴー選手10変わっている分ドリド選手が多いと。さあ成長がかなり早い。やはりセカンドタレット攻略は難しいのか。まあそこをうまく攻略するやり方というのを研究しているでしょうね、どこのチームも。あそこが早く折れば折れるほどとんでもないスピードでスノーボールがいけるので。さあブラストレマ、しかしこれは合わせられない。あまり合わせではない。逆襲が来ますね。さあエンジニアスジャンプジェットで下がる。ジャンプジェットに合わせて会社マンゴーが2人にダメージを与えてる。いや当たってる当たってます。さあビビロイヤルに対してかなりのダメージ。オンポイント当てている。当たってる。ビビロイスが近づけない。さあエンジニアスはタツキを包囲するような形。ジャンプでトップ打つを使って下がるが、ここはカウンター。さあしかしどうだ、忘却はこれは眠っている。一つもブロックしている。さあどうだ、しかし倒しきった。なんとか恐竜に乗っていました。さらにシマーストライク。さあ通常でチャクラム、うまい。ここはチャクラムの返り。シマーストライクのタイミングが秀逸といったところ。さあこれによって2キロ獲得。さあ残ったエンジニアスですが外周の壁。さあオートブート使って、さあ一つは避けている。いやもう漂流があるね。しかしここは漂流。 3-0 のエースを逆に返していったのはデトネーションゲーミングという結果になります。これで2本目が折れますね。非常に大きな。いやよくバロン対サムエル制しましたね。よく勝ちましたね。忘却がやはり大きかったかと思います。あれによって相手の動きが止まったのでかなり、楽にスキルを当てられた。そしてダメージ勝ちができたと。さあセカンドタレット折ることに成功。そのまま金鉱山に向かいます。やっぱりイーボーバービス効いてますね。だいぶ回復量が多いなというのとエナジーの管理が楽そうだなというのはタスキ選手を見ていて非常に感じますね。なのでなかなかサムエルが落とせないですね。これができるのは本当に数人しかいないですね。このサムエルでバロンを中盤で押し切るっていうのは口で言うほど簡単なことではないと思うので、ジャンプレット打った後にカウンターで漂流を打っていくということですからね。それでもうドルイドが前に完全に出てしまって後ろに下がれない状況で漂流の中で一方的にサメルがダメージを出すというのがよくできているのでダメージ負けもしないですし圧倒的にダメージ勝ちができる形になっていく。ただだいぶドルイドのダメージを痛くはなってきているので注意は必要だと思います。さあ13分が経過。ドルイドも着々と押されてはいるもののまだまだ育ちつつある。そして思ったより大きな被害にはなっていない。さあクラウドステップからですがサビークイズがフォーカスされている。やい山梨2発連続ヒット、かなりのダメージ。マンゴーのオンポイントよく当てている。タツキが睨んでいますがビークイズかなりローヘルスになってしまう。さあ奪っています。タツキさあ針の穴を縫うように、針の穴に糸を通すように。さあここは取ってタツキが取りますね。タツキが取って振り出しに戻る。さあメタルジャケットを完成させたビビクイズ。これ勝ってブロークミスですかね、タツキ選手は。でしょうか。さあブロークミス完成です。3つできた。マンゴ13分。マンゴまだ2つ目ができてないですけどね。反射ブロックがあるとはいえここまでの差が出ますかとはいえって感じですよね。反射ブロックもし勝ってなかったとしても今2手目ができてちょっと経ってるくらいなので丸々1個分差がありますね。さあかなり押しているというのが伺えます。もちろんフロストとイーブの方が安いのでシャッターに比べたらそれは早いだろうというのももちろんですけど、ドルイドに上げているというのもあるんですが、まあ、それもありますけどそれでもなお早いなと。レベルの上がりも12ですかね、キャリージャングラー2人とも。さあオンポイントサムエルのアクイと祭壇に負けじとよく当てています。かなりアクイと祭壇に対してのオンポイントの返しでのヒット率が高いですよね。マンゴー選手当てることでねアーマーシスクのでダメージ取ると勝つことができます。
ビーロイヤルシュラウドステップの壁抜け狙いましたが、ここは壁抜けできず、ちょっと待ってたドリード選手が来なかったですね。うん、さあオンポイントよく当てます。いや、オンポイントの方が比較的当てやすいスキルにこの時間だとなってますからね。あと1レベル12レベル、かなり立ち位置気をつけないといけないが、さあ1つドリード決まっていない、忘却眠ったのはエンジニアス。さあかなり2人同編成になっている、手が届いた、さあドリードに、いやしかしこれはキャプテンは落としているが、後ろからタスキがダメージを出している。さあこれはダブルキル、3-1、いや 3-2 交換のエースを獲得したのはデトネーションゲーミング。今の勝てますか。いや、フロントライン2人かなり削れていましたが、その間にダメージ出し切りましたね。しかも的確に残りのドルイドマンゴーにスキルを当て切りましたね。ちょっともう一度見たいですね、これ。完璧にスキルが当たらないと倒せないシーンだったと思うんですけど。いや、ドルイドが後ろで引きながらで、こう2人まとめて、いや完全にやられたと思いましたね。ここですよね、ずっと2人にダメージが入ってるんですよね。で、シュマーストライクでここ一度エンジニアスを倒したものの、一瞬でビビロイヤルも倒され、ここですよね。あ、ここですね。これも今の複数人に当たっていて、そして2発目しっかりドルイド選手にヒットさせ、漂流ない状態でよく複数に当てるなというようなところですね。ぴったり重なってたら当たりますかね、あのスキルは。ちょっと見たことないですけど、漂流がなくて、漂流なかったように見えましたよね。ように見えましたね、ただまあ漂流に乗りながらすでにダメージを出していたのは間違いないですけど、最後も左に逃げるドルイドと右に逃げるマンゴーに的確にスキルショットを当てましたね。いや、素晴らしかったですね。これによって逆エース、さあデトネーションゲーミング、お金さん 6K つけることに成功、垂れた残り2本、そしてクラーケンが湧いた時点での残り2本なので、ワンクラーケンエンドイットまで見えてくる。ドルイド4武器にしましたね。4武器ですね。さすがにちょっとビビロイヤルが今のを見てるとダメージが痛すぎますかね。先ほどからやっぱりかなりダメージを食らっているので、うん、十分溶かせるとも踏みましたね。まあ、4武器でもタツキは溶かせるって判断だと思います。さあクラーケンをやる準備を当然するでしょう、デトネーションゲーミング。このワンクラーケンでエンドイット狙えますからね。ここのクラーケンの周りというのはしっかり警戒しておくべきです。取ったら勝てる率が非常に上がる、まあ、このクラーケンになるので、デトネーションはクラーケンをちらつかせつつ、ロックスが来たらそれはそれで集団戦に行ってもいいかなというふうに考えています。さあ触りましたね、ありましたね。ビビロイヤルが睨んでいる。さあこれでバレました。しっかり取れてるので、ただ、さあマンゴーがバロン革命飛び込んだところ、うまく狙っている。シマストライク、壁抜けならず。さあしかし眠ったドルイド、さあシジチェイン勝っている。しかしドルイドもいいダメージが入っているか。ブラストドルイド、ダブルサイレンス、これは逃げ切れないか。しかしなんとか耐えているタツキ。クリスタルセントリーにも襲われながらですが、なんとか回復量、再生の泉が的確だったという証拠でしょうか。さあここはドルイドを捕まえて 3-0 エースです。いや、エンドイット狙いますか。無理に行きますか。1本で終わりそうですね。ちょっと2本はやばいと思いますね。1本折って無理だと思いますね、シールドついてるので。1回帰った方がいいと思いますね。さあしかしやはりイドリス早いですね。ただミニオンが来るが、さすがにそうですね、無理はせず。ただ HP エナジー状況的にはクラーケンも1回触ってもいいんじゃないかなと思いますが、まあ他のロックスも帰ってくるので、ちょっと迅速に行動しないといけませんが、まあ、やりますね。クラーケンをベイトにしてもいいので、さあまたしてもこれはクラーケンをやる選択です。先ほどもこのクラーケンをベイトのような形にして襲いかかった。いや、ここまで隠す、かなり恥ですね。ここまで隠すとちょっとわからないですね。いや、しかしロックス当然気づきます。さあ急いでいる、急いで必死に追いかけるか。見えない、見えない、クラーケンが。さあここでか、いや家電流暢ですが、ここはクラーケン、さあタツキかなりダメージを待ってしまっている。ジャンプレートタツキ届いているが、生きている、アーシャブロック。しかしここは倒されてしまう。さあドルイドだけでも倒せるか。ビビロイヤルなんとか倒したが、バロン革命でここはフィニッシュ。さあ残ったこれビビクイズもやられてダブルキル。3-1のエースはロックスアルマだ。しかもこれクラーケンが削れていたので、クラーケン取る選択にしましたね、ロックス。いやー、ロックス判断早かったですね。早かったですね。そして前には出たが捕まらない位置というのをマンゴーとドルイドが、いやー結果的には勝負を急いだ形になります。これでセカンドタレットはフリーで折れます。サードもいけるか。ベイトにしても良かったかなとは思うんですけど、サードもいけそうですね。これ2本目折ってサードタレットを削っている途中でクラーケン来る感じですかね。さあここエンジニアスがしっかりブロックしている。なんとかミニオンを処理するだけで精一杯というところ。さあそしてこれはドルイド選手がいないので、さあかなりフリーな状態に諦めますか。まあ、3本目が折れればクラーケン取って2本折れてるので十分でしょと、まあ、ほぼスティールクラーケンのようなものでもありますし、かなりロックスアルマダチャンスが出てきました。そしてもともとバロンは終盤強い構成ということで、お金が稼げたのが大きいですね。いやーちょっとわからないですね、ここからは。お互いもうワンエースでエンドイット圏内なので、
一つの集団戦が全てを分かつと言っても過言ではありません。そしてクラーケンが、まあ、2分後にまだ分からない、まだまだ分からないですけれども、2分後に湧いたこのクラーケン次第では、迅速にスニーククラーケンバレないようにクラーケン取ればそれだけでエンドイットすら狙えるので、さあしかし押し切っていた分の貯金というのはもうこの時間になってはもう響かなくはなってきています。 4K ではちょっと貯金とは言えないですよね。20分では、はい、むしろバロンの方が強いと言っていいかなと思います。バロンはフルビルドですからね。イドリスもフルビルド、そしてヘビ仮面やっぱ効いてるように思いますね。かなり長く生きていますね。ドリド、こんなにもあんだけ捕まってもこんなに長生きなバロンはなかなか見ません。さあブラストレマ、いやしかしビビクイズを狙われている。返し屋でかじいていく。忘却はここは苦しむでブロック。ビビクイズかなりダメージを待っているが、さあイドリスもダメージを待っている。さあここはドルイドがバロンが複数人にダメージを与えて、さあここでダブルキルで、さあ 3-0 のエースはロックスアルマだ。バロンを捕まえられず完璧に引き切られましたね。そして容赦なき追跡をエコーにしたのでクイズに使った後にすぐにビビロイヤルに使いましたね。これでもうイドリスが全く動けない状況でバロンにただただ殴られて溶かされる形になっちまったと。いやーこれはやはりバロンですから非常に速いということで、いやーもうこれはもう阻止ができなさそうですね。一瞬で折れて、あと一歩スノーボール完成まであと一歩ではありましたが終わらせられなかった、足りませんでしたね。さあここ決勝戦白熱した状態ではありましたが、ロックスアルマルが見事逆転勝利という形になりました。やはりそう簡単に勝たせてくれる相手ではないというのがよく分かった。決勝戦になってよりね、調整が決まり始めてきましたね。強いですね。ここもクイズから狙ったのは秀逸でしたね。分かれたキャリー陣ではない前から狙って世界者忘却でした。ここはクルーシブル。さあビビロイヤル、この後ビビロイヤルにスタンが返ってるんですよね。シマーストライクが決まっていない。止められてしまいましたね。これによって完全にもう何もできないままイドリスが落とされてしまえばもちろんこういった結果になると。いや非常にいい集団戦を、バロンを守る集団戦、そして火力負けしない、しっかりブラックヘザーがダメージを出す集団戦が演じられてたと思いますね。まあ、かなりねイニシエート難しい、ランスでありましたが、ここはねうまく引かれて、敗れてしまったという形になります。細いところの奥、視界のあまり取れていない場所までバロンに逃げられてしまったので、あれではイドリスはなかなか火力が出せないですし、サムエルも狭いところはダメージを出しやすいですが、逆に相手にとっても狭いところはバロンの独占、戦場としては非常にいい場所なので、完全にそれを生かされた形になってしまいましたね。やはり構成次第ではイドリスはバロンのカウンターにはなり得ないということなんでしょうかね。まあ、プレーで押し切んないときついってことだと思います。やっぱり集団戦でバロンを完全、イドリスは完全に止め切られているので、あの動きをされてしまえばさすがのイドリスでもその触れなければダメージが出ないので、今のような形でほとんどバロンには触れられてないので、それはもちろん勝てないと。どんなに育っててもダメージが出せなければ、触れなければウェポンヒーローはダメージが出ないので、またやっぱりそこを止められるとイドリスは本当にきついかなっていうような集団戦でしたね。さあ今度はサイドが入れ替わって、ブルーサイドがロックスアルマダ、イドリスよりもバロンを中心したピックになりますので、まあ、バロン版をね強いられるようなピックの流れ作られそうですね。まあ、開き直って 2.5 パッチに戻ったようにも見えますね。この徹底したバロンピック、バロンを取ってバロンさえ守れば勝てるっていうのを 2.5 の、 エキシビジョンマッチ等では本当に、彼らを見せてくれていたので、その本当にアメリカでエキシビジョンマッチを見ているかのようなこの徹底したバロンピックですよね。なのでこの試合もまたバロンピックなんじゃないかなと思いますが、おっ と自らバロン版からスタートしたのは決勝戦の2試合目、ブルーサイドロックスアルマダです。今度はイドリスを取りたがってますね。となるとこれはイドリスをバーンするのか、はたまたグレースをバーンするのか、デイトネーションゲーミングの選択は、まあ、空いた方を取るというのがロックスの狙いになりますね。さあじっくりと時間を使っています。ブルーとレッドで変えてますか。さあイドリスバーン、さあグレースは開けても問題ないという選択です。当然ロックスアルマダはここはグレースを取るべきだとは思いますが、さあ時間を使ってサムエルにしてくるかもしれないですけど、キャサリンですね。キャサリン、イニシエイトの難しさというのが、グレースの欠点ではありますのでね。
そういったところを嫌いましたね。さあデトネーションどうしますか。グレースをオープンにしたままにするのか、ライラでも構わないですからね、状況的には。そうですね、どちらも非常に強力なので、それぞれの役割をしっかりとこなせるのはどちらでもいいが、ボックスを先に取り上げましたね。小手でボックスですか。なかなか面白い。いやー、そしてキャリーを攻めますね、これは。さあこれで、ポピュラーな、4キャリー 2.6 パッチ、よく使われていた、4ヒーロー全てが、いなくなった状態になっております。うん、さあ対するロックスアルマダはどうするでしょうかね。またしてもロックスにリンゴをやらせるつもりですかね。こうなるとリンゴやグエンといったあまり今パッチ 2.6 パッチの中でピックされにくいレーナーを強制的にピックさせるように見えます、させてるように見えますね。うん、もうあとはレンジで強力なキャリーというのはなかなか候補に上がってこないものばかりです。さあサムエルをバーンしてきたのはロックスアルマダ、ここはキャプテンの確保になりそうですが、ライラグレースでいいと思いますが、どちらでもいいと思いますね。それぞれの強みを生かせるならばどちらを取っても非常に強力なピックだと思います。そうですね、グレースがオープンの状態で、続いているこの2ピック目、グレースですね。グレース、さあまずはグレースを取ってきました。対するロックスアルマダ、何をキャリーに持ってきますかね。メレーヒーローにするのか、はたまたグエンのようなブラックフェザー、グエン、あとはリンゴ、あたりがまあ一般的というかこの中で消えたキャラクター以外では取りやすいキャラクターになってくると思います。あとはちょっと型から外れてしまうようなメレーの、キャリーということになります。まあそうですね、ボックスがいるときあまり活躍はしづらいロナやグレイブといったところがあと挙げられるかなと思いますが、さあじっくり時間を使って悩ましています。もしくはクリスタルヒーローを持っていくかですかね。かなり難しいと思いますが、クリスタルヒーローを上に持っていく可能性もゼロではないので、さあロックスアルマダもう時間が少ないが、まずはグランプ場、そしてウェポンリンゴでしょうかね。いや、ウェポンリンゴか、もしくは構成を見てクリスタルリンゴにするかもしれないです。なので、なるほど、まだちょっとわからないですね。グランプ場もどっちに行ってもウェポンに行ってもクリスタルに行っても強力なので、これはデトネーション難しいですね。ダブルレンジに対してもしっかり睨みを効かせられているので、このジャングラーのピック重要ですね。ブラックウェザーかアルファなども面白いですけど、さあ選んだのはタカ、タカもそうですね。確かにリンゴのカウンターとは、よく言われていた存在ではありましたからね。グランプ上が若干やりづらいかなってところですけれども、タカはリンゴに対しては最初期のベングローリーからカウンターとされてきたヒーローなので、いいピックだと思います。そしてこのタカを取ったのならば、タツキ選手がしっかりと試合を序盤中盤で押し付けるような、有利を取ってそれを押し付けるような試合展開にしていかないと若干きついかなと思いますね。最序盤もグランプ上に対してね、かなり、まあ、蹂躙されそうな予感がありますが、そこに対しても、まあ、レベル1がちょっときついですかね。デトネーションは間違いなく入ってくると思うので、構成的にグレースのみが強力なヒーローと、ボックスと、ね、タカ非常に弱いですよね、レベル1が、ね、対してグランプ上リンゴ、キャサリン、確定スタンにバーストダメージの入るグランプ上とリンゴという組み合わせなので、かなり火力は出ると思いますね。なのでレベル1入ってくる可能性も高いと思いますから、ちょっと期待して、注目してみていきたいと思いますね。そうですね、そういったところでもしかしたらね、レベル1から攻めてきて一気に試合を崩すということも考えられます。マンゴーならやりかねないということになっておりますので、そうですね、グランプジョーだったら先ほどのクリエイト戦でもね、かなりグランプジョーで入ってくるようなシーン多かったかなと思うので、グランプジョー本当に、タカに似てると思いますね。硬くなった分バースが出にくいタカっていう印象なので、僕の中では序盤有利を取るともう圧倒的に強くてそのまんま押し切られるような展開があるので、まあ、グランプ上にいかに荒らされずにしっかりとファームができるかってところをちょっと注目して見ていきたいと思いますね。視界の警戒は必要ないタカというような感じになってます。そうですね、隠れられない分硬くなったタカって感じですかね。さあお待たせいたしました。いきましょうか、ロックスアルマダ VS デトネーションゲーミング試合スタートです。さあブルーサイドロックスアルマダ、キャリークリスタルリンゴですか、これ。これはちょっと確かに宣言してましたけどね。また話、まあ、我々ね、裏の状況見えていたので、ドリル選手確かに青色を出していて、赤色をマンゴー選手が出していたんですけど、まさかね、ネタかなとちょっと僕は思ってしまったんですけど、しかしとなると攻める必要はないということなんでしょうか。ですね、というよりはあんまり強くなくなりましたね。リンゴ、やっぱりリンゴのレベル1の強さは最初にブレード2本でスタートするところが強みではあるので、ビットシューターはあんまり強くないですね。ロックスアルマダかなり隠し玉を用意していたようですね。このリンゴ D
デトネーションゲーミング、あのスプリングのベングロニエートをよく見ていた方は知っていると思いますが、デトネーションゲーミングを苦しめ続けた存在なので、そうですね、大の苦手とするのがこのクリスタルリンゴ。何度このクリスタルリンゴに苦汁を舐めさせられたかっていうのはね、数え知れないと思いますから、まあ、ロックスはそれ狙ってると思いますね、うん、クリスタルリンゴに対する対処が苦手でしょと。確かサマーシーズンで一度ヌルゲーミングあたりにそのクリスタルリンゴ使われてたと思うんですけども、それに対しては絆のクルーシブルという特別なね、技を3人クルーシブルでしたっけ、見せてきましたけどね、はい、2人だか3人クルーシブル積んでましたよね、1回ありましたけど。さあ果たして今回ちょっと構成がまた特殊なので、そういったことをやってくるのかどうかわからないですけどね。しかも今回キャリーリンゴなので、もちろんオルターカレントを積んでくると思いますし、通常攻撃のカイティングが普通に痛いんですよね。なのでカイトカイトでダメージを与えられたとどめに膝けとかっていうこともあり得る、あとはグランプ上のバーストに合わせての膝けもあり得るので、まああのヌルゲーミング戦の時とは。さあビビクイズ、ミニオンに被ってます、ミニオンに被ろうとしますね。わざと被って何個か落とさせましたね、うん、2,3 個落ちたのは見えましたね。これはクエ選手昔からずっと日本の中で、まあ、かなり昔ながらの戦略と言いますか。ただグレースそこまで体大きくないですけれども、まあ、ミニオンに被って、小さいミニオンに被った時はスモールミニオンに被った時は相当邪魔なので。さあタスキ VS マンゴーだが、2対1。さあ後ろからビビクイズ、いや祝福当たっていない。おっと、これはエルダーに当たりましたか。ちょっとダメージが入らなかったですかね。スローかかっていませんでしたね。さあここでストームガード持っているタツキの方がスティールは取りやすいですが、ラストヒットはさあどうする。さあ狙っています。さあここは素晴らしい、はい、ホーリーの場ですね、しっかり取って。さあここで確認ですが、ドルイドはここにいるか。さあ気づいてるか。さあここ狙いはドルイド。さあビークイズかなり老兵制になっているが、それでもドルイド落としきれるか。さあなんとか取り返していく。ファーストブラッドは取られたものの、さあダメージ取るとマンゴーがまだまだ硬い状態。さあ歩く鎧もまだまだポイントが高い。うまくカイティングしてなんとか落としているが、お互い 2-2 交換状態。さあここは角でうまく避けている。うまい。さあここでカムハリを維持して二度速のバフ、ここで下がってなんとか 2-2 で終わらせるつもりでしょう。さあマンゴーはまだ追いかけているが、無理ですかね。マンゴー選手も 2-2 ファーストブラッド分だけロックス有利ですかね。そうですね、落としたのはキャリーとジャングラーじゃない、キャリーとキャプテンということになっておりますので、全く同じでしたね。エルダーだけ取りましたが、結果的にはファーストブラッド分で返されてしまうと、うん、若干ロックス有利って感じですけど、そんなにものすごく大きな有利ではないので、まだまだわからないが、このエルダーはマンゴー選手待ちましたね、周回に行かずに、うん、これは相手当然間に合わないと踏みましたね。いい判断です。絶対にこのエルダーだけは取りたいような強い石でしたね、ずっと待ってましたもんね。さあクリスタルリンゴ、これはキャリーで運用しているので非常に育ちがね早いですよね。そうですね、そしてレベル6になるのは若干ジャングラーに比べては遅いけれども、確実にシャタグラさん間に合うと思うので、かなりウルトが怖いですね、レベル6。さあジャングルが活性化いたしました。まだまだ睨みを効かせているデトネーションゲーミング。さあストームクラウンは変えるタイミングです。かわいいにいかないですね。ファームに戻りました。ここは周回重視でした。ファームしてからファ、バイに行きますかね。さあビビロイヤルが前に出ている。アケーショットのダメージもそろそろ大きくなっていくので、気をつけないといけない。マンゴーはテンションボン、ウェポングランプリですからね。テンションインフュージョン、そしてミニオンなし、これ対乱に行くでしょう。中盤で狂わせて、あとはリンゴで締めるというような形になっております。中盤のバースト要因はマンゴーですね。そしてそのバーストに合わせて膝けのバーストも入れて一瞬で落とそうと。アンシャブロックがまだ詰めていないですからね。グレーズに対してのカウンターというのを考えていたでしょうね。クリエイト戦でもリンゴを取ってきて、あの時はウェポンでしたけれども、今回クリスタルなので完全にワンバーストでこのグレーズをのディバインヒールが入る前に一人倒そうというふうに見えますね。さあ反射ブロック積むでしょうか。ポイズンナイフから、うーん、間に合わない、お金が足りません。さあマンゴー壁抜けのところ、しかしタツキもらってしまった。さあしっかり取っているが、クリスタルセントリーがいるのでこれは分が悪い。一度下がります。さあまだ微妙にお金が足りません、ビビロイヤル。ここは反射ブロックのお金をゼガヒでも稼ぐまでは上に上がれないということでしょうね。ですね、もうシャッタークラスはドレイ選手できて、2手目はこれクロックワークに行きますね。さあおっと満腹ですが、これは食べたのはビビクイズ。さあここはタレットに
いや、しかし手前に吐きましたね。諦めましたね。さあ、そして X から通常とんでもないダメージ。かあ、青リンゴかなりのダメージを待っている。再生の泉を吐かせることに成功。フードがないクリスタルリンゴ、ちょっと仕事ができないか。タカに蹂躙されるままです。されるがままになってしまう。いや、ダメージ高い。さあ、しかし、さあ、ここは守護者の契約に加えて再生の泉でなんとか助けを守る。さあ、お互い再生の泉を吐いた状態です。ビビロギアル、まだまだ元気な状態ですが、おっと、タツキ一人でやる選択です。面白いタイミングでやり始めましたが、体力的にはかなり苦しいが大丈夫でしょうか。ギリギリそうですね。核を使っていかないといけません。ここは一度引いてやめましたか。やめではなく一度フォーカスを外してからです。ただその分遅くなった。さあ、オーリーの輪、いいタイミング。オーリーの輪によってしっかりスティール阻害、うまく相手止めてますね。このホーリーノバ、先ほどエルダートレンド前の争いからですけれども、綺麗に決まってますね。かなり強引ではありましたが、しっかり取ることに成功しました、デトネーションゲーミング。さあ、7分手前です。お金差は互角です。ドルイドレベル6なりましたね。いよいよここからでしょうか。ドルイドの時間はいつでも仕掛けてもいいとロックさん持ってるでしょう。テンションラッキーストライクも入ったので、バーストとしてはマンゴー選手も非常にいいバーストが出ると。エコーではなくクロックワークなので、一発にかなりかけてるでしょうね。まあ、キャリーでエコーはあんまり僕はいいとは思えないですね。キャリーはやっぱり、常時火力を出した方がいいかなと思うので、トワリングシルバーなどにも行きますからね、クロックワークは、はい、なのでクロック積むと無限トワリングシルバーというのが。さあ、早速一発目、ここは反射ブロック、悠々とブロックです。まあ、相手としてはロックとしてこれ引かせればいいと思ってるでしょう。さあ、 X インからアンチフェーズ、一気に大ダメージ。さあ、最後は致命傷でフィニッシュ。いや、ワンキャッチワンキルが成功いたしました。さらにタレットダイブ。さあ、狙いはエクセスは上がっている。通常、さあ、満腹は高。さあ、これによって、いや、しかし吐き出す前にやられてしまう。フォーカスをタレットの前に持っていきたかったんですが、ちょっとできなかった。さあ、ディバインキール。さあ、今度のフォーカスはタツキ。さあ、うまくフォーカスを分散させて、ファーストタレットをダイブのような形で強引に寄っていきました。いや、クリスタルリンゴとなると当然タカきついですよね。相当きついですね。早めに打たないといけないので、ああいった形の日だけになるでしょうね。ですね。なので、ちょっと2手目クロック、3手目オルターカレントですか。ですね。3手目オルターに行ってますが、これも出来上がるまでちょっと待ったざるを得ないですね。日だけ重視というよりはちゃんと、キャリーとしてのね、動きも考えてますね。まあ、キャリーにリンゴを置いてクリスタルするときはそれが一番いいと思いますね。出ないとちょっとあまりに一発やすぎて、その一発をブロックされてしまったら何もできない形になると相当弱いので。さあ、本来のクリスタルリンゴとは少しアリューの形になっているドルイドのクリスタルリンゴ。しかしワンキャッチが危険です。早めにシールドは積んでいる。さあ、クラウンアフショと火力がかなり高くなってきている。ビルド早いですね、タツキ選手は。さあ、日だけはレディーできています。ただここタレットないので、ロックスは引くしかないですね。さあ、エンジニアスはリコールできず。狙いは金鉱山か。相手のミニオンをスティールした後に触ります。ストームクラウンもある。かなり早いです。いい形が作れているのはデトネーションゲーミングですね。先ほど1試合目同様、序盤中盤押せる構成でしっかり押せてますね。さあ、中量のゴールボーナスを獲得してデトネーションゲーミング。しかし先ほどの試合もね、 5K のリードを取りながら敗れてしまっているということもありますので、まだまだ油断はできない。まあ、バロンではないですが、今回もレートゲームキャリーがエンジニアスある程度溶かしているが、しかし、あ、他の2人がいる。飛び込みはづらい。さあ、10分手前、なかなかタレットには手をかかりにくい構成ではありますが、さあ、どうする。デトネーションゲーミング、さあ、パルスを使ってある程度ダメージ。 X からなんというダメージ。ここは反射ブロックを使って必死に耐える。満腹も届いていない。さあ、今度はマンゴーを狙っていく。オーリーノバ決まっている。いや、ブラストトレマーを使いますが、さあ、ここで膝蹴。これ反射ブロックないですよ。ディバインヒール核。いや、反射が、しかし一瞬で核が消える。再生の泉まで使って必死に耐えます。タツキなんとか耐えましたね。いや、ミニオン探してたと思うんですけど、ミニオンいなかったですね。回転で脱出するつもりだったんでしょうが、ちょっとダッジするミニオンもおらず、回復をするトレントもおらずなので、やっとディバイン核、そして再生を使ってようやく命からがら耐えたのはタツキ。全部使いましたが、なんとかなりましたね。やっぱりまだちょっと火力が足りないですね。それによってセカンドタレットを取ることに成功。そしてこのワンバーストでかいですね。さあ、ここは火力重視にしてきましたね、タツキのタカ。いや、これも一気にブロックミスまで狙っていくでしょう。さあ、かなり強力になってきています。
して、ドルイド選手もただオルタカネとは出来上がる時間帯なので、ここからカイトが普通に痛くなりますね。まああのダメージを見るともうちょっと防具も必要になってくるかなと思いますが、まあでも先に武器を積まないとダメージが出ないのがこのクリスタルリンゴなので、もうある程度今負けるのはしょうがないとして、ここから一回、イージスに行きますかね。後半を見据えたビルドのパスということですね。先に武器積まないとやっぱり負けてるときはきついので、どんなにタカが痛かろうが痛いのに変わりはないので、だったらある程度返せるダメージを持ってから防具を積んだ方がいいと思いますね。なのでここから防具を積みに行くかなと。さあタカ行く気満々じゃないですか。 X 通常、回転通常、 いいダメージだが、しかし耐え切っている。マンゴーがしっかりフォローしている。それによって1キル。さあタカ1人では無理でした。撃ったぞ。そして狙ったのはビューロイヤル。反射ブロックはある。さあしかしブロックできていない。さあちょっと引きすぎましたかね。さあブラスト出ましょう。至近距離、これはビュークリでもやられるでしょう。これがロックスのやりたい形ですね。引き切ってタカの対処をしてから返しのウルト、完璧に決まってしまいましたね。完全でしたね。綺麗にお手本かのように決まってしまった。さすがに一人では分が悪かったか。さあファースタルと追っていくことに成功して、これでお金をだいぶ増えたので、ドレイド選手も防具を買うことができそうですね。ですね。さあこれによってもタカはより動きづらくなります。いやイージスにもう直行ですね。直行十分でしょう。持ってた火力としてはもうまあシャタークロックオルターで十分でしょうか。今のを見るとかなりの火力が出てますからね。さあここからはタカが仕事をしづらくなります。ここからのタッチの動き、うまく変化をつけていけるでしょうか。そうですね、今までみたいに一直線に飛び込むだけでは勝てないというのが分かったので、しっかりと頭を使ってチームと連携をして飛び込まないとちょっときついですね。さあお金差は約 3K です。さあリンゴイージス完成して、さあかなり苦しい状況。ボックスはテンション棒は、いやこれは売りましたか。盆走か、テンション棒を売ったのか、もともと持ってなかったんじゃないかな。メタルジャケットを優先しましたか。そしてこのシューターを何にしますか、ね、そしてまた私もホーリーノバ決めていく。さあ3度目。さあそしてバリアがないタイミング、反射ブロックを使いますが、ここはワンキャッチ。うん、美味しいですね。ホーリーノバからのワンキャッチ、素晴らしい。相手のミスをしっかりとついていきました。無理をしすぎたキャプテンをしっかりと切る。さあおっとブレイジングサーブを打って、ヘビースチール買いましたね。バイミスですかね、単純に多いですね。サーボ打ってヘビースチールなので、サローブレードですかね。ですね。単純にちょっとバイを間違えてしまった形だったかなと。なるほど。さあ対して次ですが、さあタツキ選手はこれはもうイージスもできたので、次向かう先はもうブロックミスでしょうね。ウェポンなんかに防具を割いてる時間はないですからね。リンゴを止めないといけないので、彼に求められている仕事はリンゴを止めることですから。そうですね、日だけを悠々と打たせないというのが目的になります。そうですね、日だけを打たせず落とせばリンゴ、クリスタルリンゴは非常に弱いので、それを狙っていきたい。さあ14分が経過。タカはインフュージョンをレディー。さあ相手のロックスアルマダ、マンゴーはあとは防具に振る状態でしょうか。しかしあまり進んでいませんね、ビルドは。まあでもグランプ上、ジャングルグランプ上のウェポンこんな感じかなと思いますね。うん、ジャングルは上げていますかね、このラスイートを見てると。そうですね、上げていそうですね。しかも相当数上げてそうですね。さあこれでブロークミスの準備をしているのはドルイド。ブロークミスまで入っていくとかなり危険です。3つ入って4つ目入ったら相当火力出ますね、これブロックミスできたら。さあタツキも見えている状況。さあ視界もバレている。飲んでいないことに気づきました。いつ飲むかですね。フィニッシュブローに考えているか。はい、臨機応変に考えなければいけないと思いますね。さあうまく隠れているが、さあアキレスショット、いいダメージ。ビビロイヤルがかなり強スローかかっていますが、さあまたアキレスショット。さあそしてそうアキレスショットを見てカウンター。さあここは容赦なく追跡をしっかりブロック。さあそしてグランプ上はうまく避けていくが、ブラストトレマー決まっている。さあ飲んでるのはタツキに対してだ。そして食べられてしまったビビロイヤルだが一瞬で吐き出していく。さらに再生の泉ロックスアルマだ。これはオーバーキューのような形で1キロ奪っていく。さあビビクイズがかなり追い込まれている。 XS これはミニオンに使っている。さあここはトライしました。マンゴーホーリーノバ、これはうまく避けましたが、タツキはブースを使って下がる結果になります。しかもこれはただ見えているのでなんとか逃げれるか。リンゴが落としきれないですね。こううまく左に行って
エンジニアスも探しましたが見つからず。さあクラーケンです。このクラーケンは間に合わなそうですね。ちょっと高ではスティールできないと思いますね。ちょっとこのスピードに追いつかないと思います。鼻からスピードも追いつかないと思うし、飛び込んでスティールができなかった時が大惨事なので、無理はしない方がいいと思います。さあファーストクラーケンを解放していったのはロックスアルマダ。さあ優勝に向けて準備万端ですね。 やりたいことがしっかりできているのはロックスサイドですよね。引き切ってからの地獄の膝けというのがしっかりと決まってしまっている。リンゴに対してタカをぶつけてくるというのもしっかり予想ができていたでしょうか。この対策がプレイでしっかりできてますよね。さあもうすでに殴っているのはビビロイヤル。これちょっと美味しいですね。しっかり、おっとこれはフレア耐えているのはビビクイズ。さあそして、いやしかしかなりのダメージを待ってしまっているが、いやそれでも十分なダメージを与えている。さあここで食べられてしまったのはタツキ。さあ十分にしてビビロイヤル、しかし直線に当たってしまう。反射ブロックがもうすでに使っていた状態だったみたいですね。アトラスに使いましたかね。何に使ったか。いやただアトラスはマンゴーしか持ってないですか。さあなので間に合いませんでしたね。膝けを飲み切る前に倒すつもりだったんでしょうが倒しきれませんでした。まだまだ。さあこれによってかなり形勢は苦しい状況です。そしてドルイード、これあと20秒で膝けも1回上がるので、次の集団戦にも膝け余裕で上がってますね。さあ急所とビークイズ。さあ強引にタルトを置いていきましょう。いやマンゴーが十分折るのが早い。いやーこれで結果3問で終了ですか。いや十分ですね。ロックスとしては美味しすぎる。この後のロックスの育ちというものが気になりますが、これドリード選手はシャッター、フロスんミスですね。ごめんなさい、ブロックミスまで一気に変えるか変えないかくらいですかね。いやー普通のウェポンリンゴのような動きをしていますねドリード。いやもうスタッターが綺麗すぎますよね。どう考えても練習してるとしか思えないんじゃないかってくらい、このオルターカレントとあと、ビースキー使った時のスタッター結構早いと思うんですけど、普通のウェポンリンゴ以上にそうですね、かなりうまくいってるんですよね。リズムを刻みながら、これがリンゴのスタッターステップというところを見せつけています。やっぱり一番ねスタッターが綺麗ですし、やりやすいという人も多いこのリンゴのスタッターステップ、本当にね見てる側はすごい綺麗なんですけど、とんでもないダメージが叩き出すことができてますよね。さあ18分、かなりタカは戦いづらいですが、ようやくブロックミスが完成。これは長期的な戦いも視野に入れておかないといけませんが、ヒットアンダーウェイができれば相当強いですね、このブロックミスによって。さあタツキ、どこを主戦場としてロックスアルマダは判断するかというのがかなり見ものになりますね。戦う場所がとにかく大事なので、視界が取られていない場所ってところなんですけど、今のこの赤い点々の地雷を大量見ているとどこに行っても地雷が置かれているので、デストネーションゲーミングしっかり視界という面では、うまくやっていますね。さあここの視界もしっかり取りました。そう簡単に視界以外からの膝けというのは難しそうだなという印象なので、まずはエンジニアスがそれを破壊しないといけないですね。従来のウェポンリンゴのような動きでしっかりと相手を倒していくというところから始まり、とどめ、そして前線を退いたタイミングで、後ろから援護の膝けというようなところを狙っているでしょう。まあ、それが多分狙いですね。飛び込む、まずは高等ボックスを対処してから後ろから膝けと。さあ19分が経過、クラーケンももうすでにライブ状態。次エースを取られてしまうとデトネーションゲーミング、残念ながら準優勝になりそうな状態になっていますが、そうですね、まあ、人数、生き残る人数にもよりますが、エースだとかなりきついかなというふうに思います。さあここが正念場、デトネーションゲーミング、なんとか3試合目にもつれ込ませることができるでしょうか。ドリード1回帰りたがってますね。さあここは相手の奪っていきます。地雷をかなり優先的に買っていますので、ビルドの進みというのはあまり早くないですね。ビークイズキャプテンはまあ遅めですね。ただそれだけ視界が大事なので、クリスタルリンゴというのはこれはしょうがないですね。視界にお金を割いて、まあ、ウォートエットとか買うよりも視界にお金を割いた方がいいと思います。なるほど、カラクリなどは、まあ、特にグレースではあまり噛み合いが良くないということでしょうかね。まあそんなにクールダウンが大事なヒーローではないですからね。さあ20分が経過、まだお金さんのリードは保っていますが、先ほど同様もうこれはリードとは言えない状況です。さああのトレントの上の赤色の地雷をうまく生かしてドルイドを見つけていきたい。さあ地雷はしかし対するロクサラナもしっかりクリアできていますからね。視界が、アケーショットはビークイズ、距離を取りすぎるとドルイドがアケーショットでのフォークというものもできます。
さあ、そろそろ当たってもおかしくないぞ。さあ、フレアでうまくタツキはブッシュに隠れる。面白いところからの奇襲、これはフレアを焚きづらいポイントだが、しかしここは引いています、ロックスアルマダ。さあ、いやしかし X インは難しい、近づけない。しっかりドルイドを囲っているこの強固な2人。さあ、後ろからいやー、この押し引きが絶妙すぎて、3人がしっかり固まり、ドルイド1人でポークをする。いや、このドルイド1人にしっかり圧をかけられてしまっている。しかも飛び込もうとちょっと左を向いたものなら一瞬ですっと、もう隊列を組んだかのように下がってきますね。さあ、完全に体勢を飲んでるぞ。飲んでるな。タツキにクリット、あった当たったぞ、かなりダメージです。さあ、そして一気にビビロイヤルにフォーカス、なんとかディバインヒーロー使っている。ブラストトレマーも決まってしまった。いやー、これはきつい。相手のビビロイヤル逃げるしかがない。さあ、これはビビロイヤルやられてしまうか。なんとかハンジャブロックを使いますが、これは気絶しっかり待っている。さあ、ここは1キロ獲得。さあ、タツキこれは逃げ切れるか。タツキは落ちてしまうと、これはエンドイットを見える。ただもうこれずっと移動速度が上がり続けてるんですよね、このリンゴ。さあ、 X ですね、なんとか逃げますが、さあ、ここは致命傷です。さあ、場所がわからない、場所がわからない。おっと、ドルイドも呼んでいる。いや、だから読まれてる、バレた。さあ、 X です。おっと、いやー、倒せないか。致命傷とセントリーでもエースバフには届かず、これはエンドイットですね。いやー、いやー、これは最後の最後足りませんでしたね。足りていたらクラーケンに行く判断になったと思うので、まだもうワンチャンスあったかもしれないですけど、いや、これは最後の最後、ドルイドがしっかり鷹の位置を睨みを利かせていた。右にも左にも逃げられず、さあさあ、このスプリット2ウィーク1、さあスプリット2初めての覇者は前王者ロックスアルマだということになりましたね。かつての栄光を取り戻した2連勝ということになります。おめでとうございます。